アレス駆動はオンラインで DWG 図面を作成、閲覧、修正するすべての機能が揃ったクラウドベースの CAD ソリューションです。アレス駆動はブラウザ上で動作します。アプリをインストールしたりアップデートしたりする手間がありません。どのコンピューターからでも DWG ファイルを作成したり編集したりできます。あるパソコンで始めた作業を別のパソコンで継続することができるのです。これは外出する機会の多いユーザーにも適しています。アレス駆動では従来の CAD ソフトと同じように DWG 図面の作成・修正が可能です。さらに優れた機能を備えています。最大のメリットは作業の効率性と安全性です。まず、図面はすべてのユーザーとデバイス間で同期されます。設計チームが図面を修正している時でも簡単に最新版の図面にアクセスできます。図面は常に更新されます。さらにコラボレーションがとても改善されます。例えば電子メール通知機能です。電子メール通知機能があれば図面を開かなくても進捗を確認できます。図面を開くをクリックすると該当の図面を開くことができます。まずコメントとマークアップを開きます。ここにコラボレーションフィードがあります。コメントとマークアップは図面の特定領域にリンクできます。この領域をズームすればより詳細な情報を確認できます。このコメントに返信もできますし、解決済みというマークもつけられます。解決済みにしても削除はされません。フィルターをチェックして解決済みのコメントとマークアップを表示することができます。アレスコマンダーやアレスタッチと同じように音声のマークアップも作成できます。この螺旋階段の詳細図が欲しいです。写真も添付できます。このようなマークアップは設計チームとの共同作業を円滑に進めるためにとても洗練された効率的な手法です。さらにスタンプでもマークアップを作成できます。この時、CAD の知識は不要です。図面を修正する必要もありません。そのため、印刷したり共有したりするときも、スタンプを削除する必要はありません。アレス駆動は外部ユーザーからのフィードバックを収集するために簡単で安全な方法を提供しています。共有ボタンをクリックすると表示専用リンクが作成されます。このリンクは社内スタッフだけでなく、アレスのライセンスを持っていない外部スタッフも使うことができます。このリンクを使用してアレスで作成した DWG 図面を無料で閲覧できます。ご覧の通り URL のリンクをクリックするだけです。インストールも不要で常に最新のファイルが表示されます。表示専用リンクはいつでもアクセス解除ができます。有効期限やパスワードも設定できるためセキュアな環境下で利用できます。アレス駆動やアレストリニティでの作業は組織に生産性をもたらします。ユーザーはアクセス権限の付与されたファイルにしかアクセスできません。一方、管理者は必要に応じてアクセス権限を変更できます。アレスの特筆すべき点は、堅牢なセキュリティのために柔軟性を犠牲にしない点です。アレス駆動は一般的なクラウドストレージと連携できます。特にアレス駆動ユーザーにはアレス駆動ドライブという無料のストレージを提供しています。このストレージは図面をアップロードしたり、機能を試したりするのに役立ちます。またサンプル図面も提供しています。他のストレージとも簡単に接続できるので、複数のストレージの使い分けができます。アレス駆動のファイルエクスプローラーがハブとして機能します。すべてのストレージを閲覧したり、ストレージを横断した図面検索をしたりできます。またパソコンから簡単に図面をアップロードすることもできます。もちろんアクセス管理も可能です。ファイルを右クリックするとオプションが表示されます。図面を開いてみましょう。もちろんアレス駆動にはネット環境が必要です。しかし万が一接続がダウンしても問題ありません。ファイルは自動保存されているため作業内容が損なわれることはありません。また、バージョン履歴にアクセスすれば図面を修正した履歴を追跡できます。必要に応じて前のバージョンの図面に戻すこともできます。すでに別のユーザーが図面で作業中の場合には変更の競合を避けるために表示専用になります。最後に編集機能についてご紹介しましょう。ユーザーインターフェースは AutoCAD など従来の CAD ソフトとよく似ています。左側にあるツールバーにはよく使う機能があります。ツールバー上部の3本線をクリックするとその他の機能が表示されます。ここから寸法記入機能をご紹介します。スマート寸法を実行してエンティティを選択します。これにより自動的に関連性の高い寸法が作成されます。次に寸法パレットを表示します。寸法を選択してアイコンにマウスを合わせればパレットが現れて詳細情報が追加できます。右側にプロパティパレットがあります。この寸法を他の画像に移動してみます。ここには寸法を変更できる様々なオプションが揃っています。ここからは修正メニューをご紹介しましょう。ここに表示される機能の一部はツールバーでも利用できます。コマンド名が分かればコマンドバーも利用できます。エンティティを選択して共存します。アレス駆動はダイアログを使ったより高度な機能も提供しています。例えばブロック挿入はダイアログはパレットに置き換えられています。AutoCAD とはコマンド名が違うパターンコマンドの例をご紹介しましょう。コマンド名ではなくアレイと入力すればコマンドが実行されます。コマンド名が異なっていてもアレス駆動が予測変換して探し出してくれます。ここで何か新しい図形を作成してみましょう。作図しているときにアレス駆動がエンティティスナップ、トラッキング、直行モード、右クリックのオプションなどの機能を使用していることがわかります。アレス駆動の印刷についてもご紹介しましょう。まず、下部にあるモデルスペースからの切り替えタブをご確認ください。ここでレイアウトを切り替えます。左側にシート管理があります。シートを作成したり、設定を修正したりできます。印刷の準備ができたら2つのオプションを検討してください。まず、表示専用リンクを使って図面を印刷せずに共有します。もし第三者に最新版の図面を確認してほしい場合は、この方法が適しています。もう一つの方法は PDF 印刷です。PDF 印刷のメリットは、プロジェクトの現状が把握しやすい点です。PDF はシートで作成されたビューと設定に沿って作成されます。これが今回の事例から作成した PDF です。アレス駆動は単体で購入することができます。あるいはトリニティライセンスとして購入することもできます。アレス駆動をお試しください。詳しくはアレス駆動で検索。